はい、格闘オタクニュースゾウの雑白です。今回は週刊まとめニュース、朝倉未来日本の恥さらし、おしゃべりクソ野郎浩二軍団ステマ発覚、 K1 レジェンド MMA なめ腐る、朝倉海格闘技よりも YouTube、 堀口教授 UFC 行きを阻んだのはまさかの X についてです。まずは恒例のおしゃべりクソ野郎こと浩二選手についてです。浩二選手は自分のことを俺たちのスーパースター、モテてしゃあない、億を稼ぐ、格闘技一稼ぐ男などといろんな媒体で話しています。しかしたびたび浩二軍団は本当にいるのかと議論になったこともありました。ここで浩二軍団ステマ疑惑が発覚したのです。 YouTube のおすすめ動画におしゃべりクソ野郎浩二選手の動画が上がってきたのでチャンネルを見に行きました。そうしたところ、浩二選手に質問、放送事故にというような動画が上がっており、再生数を見たところ、わずか 1.9 万回再生でした。朝倉の兄貴が100万再生突破などと言ってる時に、俺たちのスーパースター、億を稼ぐおしゃべりクソ野郎浩二はたったの 1.9 万再生しかしていませんでした。これでは胸の谷間だけが取り柄の地下アイドルと操作がありません。しかもおしゃべりクソ野郎浩二はアンチが多いので 1.8 万回再生はアンチでしょう。ということは1000再生ぐらいしかファンは見てないのかもしれません。その中でもコアなファンはおそらく30人ぐらいでしょう。浩二選手は億稼ぐなどと言っていますが、この再生数を見る限りファン30人説が浮かび上がってきました。おそらく浩二軍団コアな30人が頑張ってステマを使い、軍団をたくさん勝手に作っているのでしょう。そろそろおしゃべりクソ野郎浩二選手も危機感を感じ、胸の谷間を出してくるのではないでしょうか。次の話題です。 K1 レジェンド MMA をなめ腐るについてです。 K1 レジェンドとはマサト選手と同じ時代にライバルとして君臨した小昼巻選手です。小昼巻選手は180センチの長身から顔面への前蹴りや多彩なキックで K1 日本グランプリを優勝するなど、とても強くライバルとして一代を築きました。しかし MMA はなめ腐ってたようです。というのも小昼巻選手の YouTube で朝倉未来 VS 萩原恭平の予想動画を上げていました。その予想動画を見ていると、どうやら全く MMA のことを知らないことが分かりました。というのも朝倉の未来は萩原選手の寝技を気をつけないといけない、どうやって対処するかが鍵になるなどと、萩原選手が寝技が上手い選手ということになっていました。これは明らかに間違いです。どちらかというとキャリアの長い朝倉の兄貴が寝技で萩原選手を圧倒する可能性があると言われています。なぜこの間違いが起こったかというと、小昼巻選手はおそらくほとんど MMA を見ていなく、去年の大晦日のライジンだけ見ているのではないでしょうか。そして萩原選手が平本選手に寝技で圧倒したのを見て、萩原選手は寝技が強い選手と勘違いしてしまい、わけのわからない動画を撮ったと思います。ちゃんと MMA を見ている人なら、萩原選手が寝技が荒く、まだまだ経験が必要なことがわかるはずです。このような適当なことをしてしまうのが小昼巻選手です。というのも小昼巻選手は恵比寿に K1 ジム作り運営していたのですが、運営費などで K1 側と揉め、新実質上クビになりました。このような適当なところが今回の動画にも出たのではないでしょうか。もう一人のレジェンド、マサトさんの YouTube には呼んでもらえず、サブチャンネルでお茶を濁されるのもしょうがないかもしれません。次のニュースです。次のニュースは、朝倉海、格闘家よりも YouTuber についてです。これは格闘家朝倉海としてはなく、YouTuber 朝倉海として、登録者数100万人挑戦のライブを撮っていた件です。朝倉の会は
今年3月中に登録者数100万人を目指すと宣言していました。しかし9月現在まだ100万人には到底達していません。そこで Ryzen30 が行われるこのタイミングでライブ配信で100万人を目指しました。ヒカキンが1000万人突破したタイミングと Ryzen30 もあり、千載一遇のチャンスと意気込んでライブ配信をしたところ、もちろん100万人には届きませんでした。むしろ減ったという噂です。この時期に YouTube で挑戦するのは格闘家としての自覚が足りないのではないでしょうか。ライジンファイターでディープストロー級元チャンプ、戦う素朴な田中邦衛こと越智晴生チャンネルは未だに登録者数が257人だけです。僕が取り上げたとこに208人で、そこから20人ほど増え、落ちチャンネルから連絡も来ました。皆さんどうか動画は見ないでいいので落ちチャンネルの登録をお願いいたします。またファンがいないことでは誰にも負けないオギチャンネルですが、オギチャンネルも最近のオメガマンか何かの動画で900回の再生数でした。おっぱいのない地下アイドルでさえ900回という少ない数字を叩き出すのは難しいでしょう。朝倉の会には YouTube などしがりもかけない越智晴生チャンネルや小木チャンネルの爪の赤を煎じて飲ませたいものです。次の話題です。朝倉未来日本の恥さらしについてです。朝倉の兄貴の待望の大会朝倉未来を倒せば1000万が10月2日に行われます。そしてその1週間ほど前にブレイキングダウンなども行われる予定です。ここでブレイキングダウンや1000万企画の意気込みを語っていました。朝倉の兄貴はこのブレイキングダウンのルールを変更するそうです。服を着たまま喧嘩をし、寝技も少し長くするルールに変えるそうです。しかもこの画期的なイベントは世界初だと豪語していました。世界初で誰もやってないイベントだからこそ、これから世界に発信していくとわけのわからないことを言っていました。確かに私服を着て戦うのはプロ格闘技としてはありえません。それはただ単に魅力がないからやっていないだけです。例えばですが、大リーガーの選手たちがジーパンにギャップのパーカーを着て野球をするようなものです。ちょっと大きな男たちがやっている草野球など誰も見ません。ヤンキースやレッドソックスのかっこいいユニフォームを着て躍動するからこそ魅力が生まれ見られるのです。それの朝倉の兄貴は勘違いし、テロテロの短パンやテロテロの T シャツを着たまま戦うという新しい発想で世界に挑戦しようとしています。日本の恥なのでやめてほしいところです。朝倉の兄貴は耳栓で音を遮断しているのにアラームをつけるというようなわけのわからない耳栓を3万円で発売したり、最近ちょっと発想がおかしくなりつつあります。裸の王様なので誰も注意ができないのでしょう。次も新しい発想として戦わない格闘技としてカメハメハの打ち合いをしたイベントを世界に発信するのではないでしょうか。そんなことをしても再生数は稼げないことは小木チャンネルが証明しています。また堀口教授 UFC への道を X に断たれるについてです。堀口教授選手がベラトール参戦を表明しました。僕としてはとても意外でした。堀口選手はこのまま UFC に行くのだろうと思っていました。しかしわざわざ一度ベルトを取ったベラトールに行くのには理由があるのではないでしょうか。おそらくですが UFC との契約がうまくいかなかったと思います。もちろん UFC に行くだけならできたのでしょうが、いい契約が取れなかったと想像できます。 UFC は契約するレベルによって全然ギャラや待遇が変わってきます。初戦の選手はファイトマネーが100万円というのもザラにあります。本来であれば堀口選手はいい待遇で UFC に契約できたと思うのですが、 X がそれを阻みました。それがマネルのケープです。マネルのケープはライジン王者としてバンダム級ではなく層の薄いフライ級で UFC に参戦しました。期待されていたものの今現在1勝2敗1デブです。2敗の試合内容も消極的な内容で、1勝したのも体重を超過してフルーツを食べ過ぎてデブになり、計量を突破できず試合をして勝っただけです。正直 UFC としてもいらない存在です。この
日本格闘界ライジンの株を落としたのがマネルのケープです。この影響を受け堀口選手の株が下がってしまい、 UFC とのいい契約が結べなかったのではないでしょうか。そこで堀口陣営はまたベラトールでトーナメントで優勝し、チャンピオンになってからチャンピオンという箔をつけてバンタム級に UFC で参戦すると思われます。というのも UFC バンタム級は現在アルジャーミン・スターリング、ピョートル・ヤン、サンド・ヘーゲン、デラショー、ロブ・フォント、ショーン・オマリー、ジョセ・アルドなどモンスター揃いです。ここでしょぼい契約で下から入ってしまえば王座戦に行くまでにも時間がかかってしまいます。そうではなくベラトールのチャンピオンになってからバンタム級に行けば早ければ 2,3 戦で王座へ挑戦できます。そこを狙ったのではないでしょうか。堀口選手は日本格闘技界の誇りです。山本キッド選手に憧れクレイジービーに入り世界で活躍しています。それに引き換え山本キッド選手の甥、山本性欲七光アーセンはただの弱い性欲クソ野郎になってしまいました。キッド選手も草葉の陰で泣いてることでしょう。堀口選手にはキッド選手の分も UFC に行って初の日本人王者となってほしいものです。以上となります。ご視聴ありがとうございました。堀口教授応援イージーファイト T シャツのお買い求めも何卒よろしくお願いいたします。それではさよなら。